3月27日、水曜日放送の、本間までっかテレビ、フジテレビ系は、なぜか人に好かれる人の秘密をテーマに、元乃木坂46の松村さゆりとお笑い芸人の暴れるくんがゲスト出演。評論家軍団が対人関係にまつわる悩みを解決する方法を伝授していく中で、無料通信アプリ、LINE でのやりとりをめぐって MC の赤カさんまとゲストの松村らの間で論争が巻き起こる。 まず、好感度を上げたいという暴れる君に対し、評論家軍団は、また会いたいと思われる人は、コミュニケーション上手よりも少し下手な人だと解説する。全肯定するよりも、たまに反対意見を言ったり、飲み会などで中座したりするような少し変わった言動をとる人の方が、記憶に残りやすいのだという。これにはさんまも、確かに、ずっと携帯見てた女の子の方が覚えてるもんなぁと納得する。 そして、LINE をはじめとする SNS で中高年特有の言い回しを揶揄する、おじさんおばさん公文についても評論家が解説。チャット感覚の LINE しか知らない若者からすると、ガラケー時代の絵文字や句闘点の多い文章に見慣れておらず、嫌な印象を受けてしまうという。さんまも、確かにびっくりマークとか多いと怖いんですって言われたことあるな。と実体験を告白する。 さらに松村が、ワオとか、あら、とかリアクションを文字にしてる人も嫌ですと話すと、まさにそれをやっていたさんまがそっちがしょうもないことを送ってきたからリアクションしてあげてんねんと猛反論。さんまたちおじさん世代と、松村たち若者世代で、ライン紛争が勃発する。